नमस्कार मिनासान कोन्निचिवा वेलकम टू यूजीसी ईपीजी पाठशाला आई एम उनीता सचिदानंद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज पेपर 8 सर्वे ऑफ जापानीज लिटरेचर पोस्ट वॉर टू हेसे जापानीज लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग 1910 यूजीसी ईपीजी पातो साराए यो कोसो देरी गाएगा कु हिगाशी आजिया केंक्यू कानो उनीता सचिदानंतो मोशिमास पेपा हाची निहोंबुंगा कुनो नागारे सेंगो करा हे से मदे तेन मेंदाइनो निप्पोन्नो बुंगा कु गाक्षु मोकुते की होन मोजूर देवा तेन मेंदाइनो निप्पोन्नो बुंगा कु निची ते बेंक्योश्मास की वादो अक्तागावा शो जुशो ए बी सांगो वासेदा बुंगाकु कुतेन दोकुतेन मारी योमी उरी तांपेन शो सेत्सु हिबाना गेन एकी गेनिन गेकी साक्का गेकी दान गिख्योकु निहोंगो बुंगाकु तेन नेंदाइनो निप्पोन्नो बुंगाकु नीसेन जूनेन दाइनी हैरी निहोन्नो बुंगाकु शीनुवा अरतना योसो ओ शिमेश्ते इमास गेंजाई शिंको के नो दे अरितामे कोको देवा तांपेन तेकिनी जिशो तोष्टे इकुत्सुका ओ तोरी आगेते इकिताइनो देस माजु 2013年の黒田夏子の第148回芥川賞受賞であります。黒田夏子は1937年東京と生まれ、受賞の時は75歳で、歴代最年長受賞として話題になった作家であります。受賞作は AB 産業で、早稲田文学新人賞を受賞して、早稲田文学に掲載された作品であります。大手出版社の文芸誌への掲載ではなく、早稲田文学への掲載から受賞したことも話題となりました。加えて小説作品時代の得意さもまた話題を呼んだ重要要素であると思います。横書きでひらがなの多様、句点は点、コマ、読点はコマというピースを使用しなければ書けない作品でありました。そして固有名詞は極力排除されており、断章が15章連なっているという形式であります。およそ読者が読み慣れている小説とは異なった形式の作品が、純文学の権威ある文学賞を受賞したという事実が世間を驚かせ、また文壇では事件となりました。黒田夏子は1963年マリで読売短編小説賞に入選しています。その後の1970年頃は、賞への応募や印刷物への公表はせず、執筆活動を続けました。進学した早稲田大学では、同時期は総大国文化の先輩に寺山修司と山田大一がいました。大学卒業の後は横須賀の緑が丘
女子高校に国語教師として2年間勤めた後、事務員フリーの構成者、その他さまざまなアルバイトとして働きます。単行本化されたエビサンゴには前日のマリも収録されています。読み比べるとエビサンゴに行き着くための言語的な進行、小説作品を書くための黒田夏子の文体が作り出されていく様相がわかります。次は現役芸人の芥川賞受賞についてですが、大笑いコンビのピースの現役芸人のである又吉直樹の第153回芥賞受賞であることは話題になります。そして2005年の小説火花文芸春秋社で芥川賞を受賞して、大笑い芸人の受賞者として史上最小の快挙であります。ニコニコ動画で受賞会見がライブ放送される現在の会見はイベント要素が強いため、通常の芥川賞受賞会見は15分ほどで終了するのでありますが、メディアからの希望で急遽2度目の会見が開かれ、2時間ほどの長丁場となったということです。次に元谷由紀子についてですが、元谷由紀子は1979年石川県生まれの劇作家と小説家で有名になりました。演出家、女優、声優なども兼ねる劇団元谷由紀子の主催であります。1998年アニメ彼氏彼女の事情で声優デビューが有名です。この時の役は文化祭で上演する劇の台本を書く少女の役でありました。次に劇団元谷由紀子を創立しました。劇作家、演出家としての活動を開始します。さらに2005年から1年間ラジオ番組などをやりながら、その後いくつかの小説作品を発表しました。衣類婚インターンという作品で第154回芥川賞を受賞します。候補になり続ける、いろんな文芸賞には候補になり続けることも、受賞が続くのは天然代に入ってからであります。理由としては、根底に描かれる世界観は同一でも、戯曲的な要素がうまい具合にこなされ、小説作品として描かれるようになった技術的な要素が強いように思われます。次は母国語と日本語の間の問題に対する文学作品ですが、2010年代に入ると日本語文学という言葉が一般的に語られるようになりました。日本文学という言葉には、日本人が日本語で書いた文学作品であることが暗黙の前提として含有されています。日本語を母語としない日本国籍を持たない作家が書く作品を含む語として、日本語文学は一般化されています。もちろん2010年代以前から在日コリアンの描いた数億の小説や RBAU 陳春新や QA 館といった
台湾人小説がまた0年代にデビューした。唯一も時が滲む朝で第139回芥川賞を受賞していますが、それらは日本文学の範疇で語られていました。日本語を外国語として身につけ、日本語を用いて小説を書くという視点が有された時、これらの作家の書いた作品は日本語文学として新たなる範疇での作品となりました。こういう作家の中で東山明義という作家はすごく有名で、東山明義は1968年中国人の両親のもと台湾で生まれ、5歳まで台北市で過ごしました。その後日本へ移住しました。9歳の時、その後日本へ移住しました。直木賞受賞作となった理由は、推理小説の要素を含みながら自身の祖父の故郷を超えた整いと家族、親族の中退、そして祖父の死の解明、自身のルーツをたどりつつ、1970年代の台湾を舞台にした大河小説、青春小説の要素も含んだスケールの大きな作品です。妻や息子、娘、他人には厳しい祖父でしたが、孫である主人公イエチョウチェンには優しかった祖父が何者かによって殺されました。祖父イエゾンリンは大陸山東省出身で、貴族ヤクザ者として大戦中国民党の遊撃隊に属し、共産党に属す多くの村人を惨殺しました。日本が敗戦により大陸から撤退すると、国境内戦は激しさを増し、徐々に追い詰められて、幾国民党に属していた祖父は何度も死線をかいくぐり、最後は命からがら家族と仲間たちは台湾へ渡ります。台湾に渡った家、一家と兄弟分は台北に住み、祖父は布屋をはじめ、一家と兄弟分の家族の面倒も見る親分肌で、両親を内戦で亡くした兄弟分の息子も自分の息子として育てる義理人情には熱い人でありました。そんな祖父が一体誰になぜ殺されたのか、自身に流れる血のルーツは何なのか、東山明義は主人公明美の祖父殺しの犯人探しを描きながらも、当時の台湾の世相、文化、家族、親族、祖父の兄弟分の中退、明美の高校生活や仲間との友情、淡い恋物語、そして大陸を渡った自身のルーツを遡るという様々な要素をふんだんに取り込みつつ、見事に作品として完結させた。ミステリー小説というジャンルの枠に収まりきらない壮大な大河小説、青春小説とも言えるだろう。台湾に生まれて日本に育った私にはアイデンティティの問題が常にありました。
小さい頃から日本と台湾を行ったり来たりしていて、どちらでもお客さんだったと、直木賞受賞の後のインタビューで語っていますが、東山明良という小説家にとっての日本語という問題を考える上での重要な発言であろうと思います。続いて結論に入ります。2010年代に入り、日本の文学シーンは新たな要素を示しています。読者が読み慣れている小説とは異なった形式の作品が純文学の権威ある文学賞を受賞したという事実が世間を驚かせ、また文壇では事件となりましたということは、このモデルの中では示されています。元谷由紀子は劇作家として生まれてきまして、すごくたくさんの作品を書いて有名になります。日本国籍を持たない作家が各作品を含む語として日本語文学は一般化されています。で、東山明良は台湾の世相、文化、家族、親族、祖父の兄弟分との中退明美の高校生活や仲間との友情、淡い恋物語、そして大陸を渡った自身のルーツを遡るというさまざまな要素をふんだんに取り込みつつ、見事に作品として完結させた作品がこのモデルの中では示されています。以上です。どうもありがとうございました。